ご覧のスポンサーの提供でお送りします。おはようございます。今日はですねオフロードトレーニング MSTV のオフロードトレーニングにこちらランボルギーニのウルスでやってきました。前回はですねロールスロイスのカリナンでやってきたんですが、今回はウルスランボルギーニでオフロード、こちらねオフロードのトレーニングをですねレンタルでできるっていうのをですねやりに来たので、どんな使い勝手がいいかをですねまずこのウルスの方の走りの方をですねちょっと見てみたいと思います。改めてランボルギーニウルス行ってみたいと思います。すごいとんがった内装だよね。そしてねやっぱりここでしょう。はい、スタータースイッチ、はい、スタータースイッチ、ミサイル発射。おお、いい響きですね。そして、スタートドライブボタン、こっち入れますね。今スタンダードモードで走らさせていただきます。さあこれだけの大きい車体をですねどうその走りを見せてくれるのか、まずはこのねスタートスイッチボタンから超絶やる気にさせてくれる内装ですが、しかしそれ以外にもねこのステーリングステム、そして内部のこのカーボンをあしらったインテリアとですね全てにおいてエッジの効いたですね、全てエッジですよ。大変だこりゃ。運転のしやすさは、はい、意外とですね車体自体は大きいんですが、ステアリングのこの軽さ、そしてエンジンのスムースさ、ブレーキの使い勝手の良さ、これブレーキね外から見るブレーキのイメージと全然違う優しいブレーキタッチなんですよね。これはね自分でもびっくりです。本来はねとんでもない大きさのブレーキですからもうちょっとねタッチ厳しいかなと思ってるんですが、優しいタッチですよ。しかしモニターのここの部分もタッチパネルになっているのを、エアコン操作、シート、シートヒーター、シートクーラー、その他の設備をですねタッチパネルで表示してますけど、ここ随分大きくやってますね。やっぱりでも一番はここだな、このスイッチ類、これリバースリバーススイッチがものすごい物々しいんですけど、絶対にこれ何をしてくれるのかなと思ったけど、これリバーススイッチですよね。そしてモード切り替えボタン、今ストラーダスタンダードモードですよね、ストラーダというモードで走っております。そして四駆の切り替え、サスペンションの切り替え、ステアリング操作の切り替えがですねここに一列入っておりますね。単なるパーキングブレーキの時も、このねなんか六角の雰囲気で内装を作り出しておりますので、この辺はね内装をよく見ていただければという感じですよ。もう見るからに派手、見るからに刺激的ですよ。しかし運転してみると意外と普通な走りを見せてくれる SUV 感覚。ランボルギーニの SUV って一体どんなのかなと思ったんですが、いや乗りやすいですよ。全然街中をこうやって流しているとよっ、やんわりゆったりと走らせてくれるじゃないですか。サスペンション柔らかいですよ。ふわっとねブレーキをかけた時のちょっとしたノーズとともにふわっとこう戻るような感じとかね、足回り、そしてこのシートはねすごい深いバケットシートですが、全然乗り降りも楽ですし、座った時の柔らかさもね何もカチッとしたバケットシートではなく
ふわっとした、ふかっとした包み込みの良いバケットシートでね、非常にここも楽ですね。刺激的な内装ではありますが楽ちんに乗れます。そして今回は ACC アダプティブオートクルーズコントロールがついてますね。操作系ちょっとよくは見てなかったですが、あくまでも前の車との追従、これもですね、まあ、街中でも使えるような感じ、今使ってみるとよ、はい、追従はですね正確で荒々しくなく前の車にゆったり山ありついていくような感じ、いきなり加速することもなくね、しっとりと前の車についていくので。そして ACC のブレーキコントロール、ほら ACC のブレーキコントロールもねスムーズですよ。これだったら疲れないでしょう。さあ今止まる瞬間どうやって ACC で止まってくれるか、すごいソフト、優しいじゃないですか ACC コントロール。さあこの後はねちょっと高速道路に乗ってね、あ、ある程度数秒だったらちゃんと前の車に追従して発進もしますね。おお、非常に柔らかいエンジン音。ノーマルスタ、ストラダモードでもちょっとしたアクセルを抜いた時のホロ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 ボロ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 っていう音はね、聞けるんですが、しかしここはねやんわりした感じですね。ちょっとスポーツモード、スポーツモード行ってみましょうかね。さあスポーツモードどうなるか、激しいじゃないですか、さすがですよ。シフトアップごとのねアフターファイヤー音っていうんですか、バックファイヤー音っていうんですか、後ろから来るボワンとかっていう音がですね、まるで一発一発の大砲を鳴らしてるみたいですよ。さあもう一丁コルサモード、コルサモードになるとすごいね、ほう、こういう感じか。すごい怒涛の加速、これはね 2.2 トンだったかな、乾燥重量かな、 2.2 トンの車体を加速させてるとは思えないほど速度が乗ってもガンガン加速度増してきますね。これは気持ちいいですね。普通に乗ってれば、ストラーダモードで普通に乗ってれば普通の SUV、 しかしスポーツコルサモードと持っていくとですね、エンジンの迫力イメージは荒々しい、まあ、闘牛のようっていうんですか、これ野生牛っていう意味でしたねウルスって。さあちょっとしたねコーナリング体勢、お、この V8 みたいな音いいじゃないですか。マニュアルモードで走ると、さあステアリング回し、ほう、ロール感ないね、 SUV とは思えないロール感のなさ、地に這うような接地感、この辺はちょっと SUV とは思えないかな。気持ちいいですねやっぱりね。ここのところ各メーカー全てにおいて SUV を出しておりますが、やっぱりランボルギーニは別格かな。
あくまでも SUV の形と利便性と乗りやすさはねちゃんと作っておりますが、しかし飛ばした時の走りはやっぱりランボルギーニそのもの。そしてね、音、いろんな音がいっぱい来ますね。ぶん回した時はもちろん気持ちいいし、逆にねマニュアルで6速7速8速固定でアクセルドカンって開けると V8 みたいなドロドロ、 V8 アメリカンマッスルカーみたいな音と、そしてね後ろからね排気デバイスとしていろんな音を聞かせてくれます。唯一のターボ車っていうことに、ね、なったみたいなんですけど、まあターボにはねいろんな音を奏でるいろいろデバイスがついております。ブローオフバルブとかね、そんなターボらしい音も演出的にはすごいいっぱい鳴らしてます。これ普通だったら聞かせなくてもいいんだけど、思いっきり室内にもねいい音を聞かせてくれてるので、乗ってて気持ちいい、笑える。申し訳ないけど周りに一緒に乗ってる人にはですねちょっと加減速の厳しさを味わってもらおうかな。そんなですね乗ってるだけでワクワク、音を聞いてるだけで刺激的なこのウルス SUV と思って舐めることはないな。これは楽しい。ちょっと普通の走りに戻そうかな。これレバー一方通行で何回もレバー切り替えしなきゃいけないの大変ですけどね。はい、ストラダモデルにすると普通です。足前の柔らかさもねちゃんと出てくるし、ロール感も少しある。当然ブレーキをかければノーズダイブもする、そんな優しい SUV に今戻りました。楽しいね。これ本当他に人を乗っけて利便性のいい使い方よりもスーパーカー1台として自分で乗ってる方がやっぱ楽しいかな。そしたらこんな大きい車体いらないしな。でもどっか行くとやっぱり人いっぱい乗っけなきゃいけないし、で積載性もねそれなりにありましたよ。4名、5名のシート、まあ、乗車スペースの広さはねこれはもう後で見ていただければ分かる通りゆったり、各自がゆったり乗れるようなそんなですね広々としたスタイルに、リアモニターも良かったね。しかしやっぱり一番楽しんでるのは運転手かな。運転手は楽しいよ。本当にストラダモデルだとふわっとした柔らかい乗りの SUV だな。気持ちいいですねこれね。いやもう音だけ聞いてるだけでもねお祭り、もう祭り騒ぎですよ。よくまあここまでねサウンド演出してますよこれ。もう音聞いてるだけで楽しい。その音を鳴らしてるのは自分がねうまく鳴らしてる雰囲気ありますからね。でもこれやっぱり車がやってくれてるんだろうなっていうね、まあそんな思いも、やっぱりランボルギーニをね購入した人のみの楽しさかな。コーナーリングも楽しいんだよね。これ SUV のコーナーリングじゃないんだよね。本当にね重心もっと低いだろうって、もともとやっぱりランボルギーニ平べったい車ばっかりだけど、おかしなことにこいつも平べったく感じるんですよね。平べったい車、
SUV とは思えないような横 G のかかり方、そして3メートルもあるホイールベースとは思えないような旋回力、くるっと回っていくもんね。これそれなりにダンパーも硬くはなりますよね。ダンパー結構硬めなんだけど、でもあんまりゴチンゴチンしないんですよね。しっかりロールは抑えるんだけど、あんまりゴツゴツしないというですね、非常に良質なダンパーを装着してくれてますね。これ素晴らしい、欲しい、これは乗ってて楽しい、乗っててめちゃめちゃ楽しいくせにめちゃめちゃ利便性のいい車というですね、普段の使い勝手も最高に、まあちょっと大きさだけはありますけど、まあでも乗りやすさ、使い勝手はいいですよ。さあ今日はですね、たくさん乗ってきましたよ。まずはですね、ランボルギーニの SUV としてウルス、そしてそのウルスの使い勝手として私がいつもやっているのはオフロードコース、このね、今日はホンダの CRF25L を持ってきて、オフロードトレーニングをですね、レンタルでするというですね、こちらに来てレンタルで、まあ、ウルスで来てレンタルでオフロードの走りを楽しむ、まあ、そんな使い勝手の中でですね、こういう SUV の、まあ、迫力のあるマシンで来るのはですね、私としては非常に、なんて言うんだろうな、似合うじゃないかなと思ってですね、連れてきたんですが、まあ、以前にもですね、他の SUV とかでやってオフロードをね、こう楽しみに来てるんですが、今回は楽しかったね、やっぱりね。さすがランボルギーニの SUV はね、 SUV の使い勝手はちゃんとできます。普通に何気なく走ろうと思えば、当然、まあ、5人乗りで荷物を満載にして、ちょっと背の高い位置からね、乗り降りも楽で、要は便利に使える SUV、 ちょっと、まあ、大きさはありますけどね、便利に使える SUV として、使い勝手は良かったですよ。普通に走ってれば普通、モード切り替えがストラーダ、そしてコルサと、スポーツがあるんですが、ストラーダで走っていればですね、それなりにどこもかしこもですね、平和に走らせてくれます。ただ単にアクセルをね、抜いた時はね、フォロ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 ボロ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 っていう排気のね、こう音がですね、いろんなところに響き当たって、ランボルギーニに乗ってることをですね、ちゃんと強調はしてくれるんですが、それでもかなり控えめに、SUV の使い勝手をですね、十分に楽しませてくれるような、形で、来たんですけどね。しかしね、スポーツモード、そしてコルサモードなんかにしたらですね、そりゃそりゃもういろんな音がですね、いろんなところで響き渡ってですね、アクセル開ければですね、アクセル開けて戻しただけで後ろからパン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 、バラ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 とかって言ってですね、これはもうね、よくある F1 のね、音の世界です、サウンドの世界ですよ。もうランボルギーニならではのサウンドの演出が素晴らしくて、ぶん回した時のクワーっていう伸びる音なんかはこう F1 のね、レーシングサウンドの世界、それでいてアクセル戻した時のババババババーンとかっていう感じはですね、もう WRC のですね、ミスファイアリングシステムみたいなも音もするし、まあ今回はね、ターボチャージャー装着ということで、それこそね、ブローフバルブみたいな音とか、バックファイヤーからアフターファイヤーからいろんなところでいろんな音をですね、これはね、完全に演出して流してるとしか言いようがない、もう聞きたいとこでその音を聞けるみたいなね、それも何もね、すごい飛ばしてなくてもいろんな音を聞けるっていうので、やっぱりね、ランボルギーニの素晴らしいところはそのレーシングの世界に音の演出で連れてってくれるところかなと思いますよね。そんなね、音の演出もありながら、でもね、走りやっぱりすごかったな。この大きさ、このボディ、そしてこの背の高さで、ある程度ね、そのクローズをされたところでビューンとこう飛ばしてみると、やっぱりね、スーパーカー内の車体の動きっていうかね、それこそ怒涛の加速はしていくし、コーナーリングは横 G でね、こうロールすることなく路面に吸い付くようにピタッと言ってね、走っていくとこなんて全然この大きさを思わせない感じなんですよね。それこそもうね、裏感とかああいうのに乗ってるような、路面に吸い付くような走りっていうのを、なんでこの大きさのこの背の高さからするのかなっていう風な思いもするし、まあ加速とそして減速もそうですよね。
このねでかいキャリパー、このでかいキャリパー一体どこで使うのかなって思ったら、やっぱりねこんだけのマシンを怒涛の加速をさせて、まあ車重が 2.2 キロ、これを止めるにはまあこれがね必要なのかなと思いますよ。でもね使い勝手すごいいいわけですよ。普通のね街中で使ってる時のスーッと触り込むようなブレーキでは本当にタッチのいいスムースなブレーキをね、あくまでもスムースにタッチのいいブレーキを使わせてくれて、こんなどでかいキャリパーがついてるとは思えないようなコントロール性の良さだけど、ドーンと加速してね、それこそ怒涛の加速を続けた後にパッとこう踏んだ時にね、それこそねこれも路面に吸い付くようにですよ、シューッとこうね止めてくれるっていう、そういう強力なパフォーマンスもあって、私はですね SUV に乗りながらやっぱりスーパーカーの走りをこの1台で楽しめてるなっていうのが、まあ、やっぱり正直なとこだったな。いろんなね SUV をまあ乗ってきましたけど、でもやっぱりランボルギーニの SUV はランボルギーニだったというですね、本当にそのスーパーカー、それもですね本来ランボルギーニはですねおおむね低いわけですよね、車体全体が低い、あそこから生まれるあの走りですよ、路面に吸い付くような走りをなんと SUV でも達成させるという、まあ、エンジンの出力もさることながらやっぱりシャーシと、このね四駆のこの四輪駆動のね、そのハンドリング、これはねちょっと驚きましたね。そしてやっぱりこうやってねオフロードにやってくる時もその区間がやっぱり楽しいというね、朝眠い時にまるでねこう自分がね、起こされるかのような、その演出と、そして帰る時疲れてもそれでもやっぱり楽しいと思って帰れるようなところはね、本当に素晴らしいランボルギーニの SUV をね堪能できたかなと思います。まあその合間はねやっぱりこうやってね輪輪のオフロードで、体全体を使ってね、こういうところに来るのもやっぱりいいなと思いますけど、でもこういうねやっぱりワイルドな雰囲気の中でこのランボルギーニの SUV、ウルスを使うのはですね本当にいいマッチングをしてるなと思います。ということでね、今回ご紹介したのはね、ランボルギーニのウルスということですが、こちらのマシン CRF25、 そして奥の方に見える、まあ、CRF シリーズ、ホンダの CRF シリーズなんかはですね、まあ、レンタルでね、借りて、まあ、みんなでねこう普通の格好をしてレンタルで来て、オフロードウェア、オフロードブーツ、ヘルメット装備一式借りて、マシンも借りて、そして1日ね、オフロードコースを楽しむっていうね、これはねこのモーターセッション TV でやってるオフロードトレーニング、オフトレ、略してオフトレはですね、これやっぱりモータースポーツを文化にするというですね番組の趣旨からして、番組のスタッフも含めてですねやっぱりライディングテクニック上手くなろうというためにやっている、2月に一遍の企画なんでね、ぜひ興味のある方はですね、まあ豪華な車で来ていただいても全然構わないので、1日レンタルでですねオフロードで自分の腕を磨こうというオフロードトレーニング、ぜひですね MSTV の、まあ、詳細欄に出ていると思いますので、ぜひね一度は使ってみていただければいいんじゃないかなと思います。二輪用にはこのオフトレがあるんですが、四輪のドライバーのトレーニング用としてはカートトレーニング、カートレというのがですねこれまた2月一遍にやっておりますので、ぜひこちらもですね参加していただければいいんじゃないかなと思います。さあ今回はですね、このウルスの形ね、改めて見ると普通のこうね丸いラインがほとんどないというね、どこもエッジが効いてますよ、全てにおいてエッジが効いてるし、この車の丸いところっていうのはホイールぐらいしかないんじゃないかな。ホイールアーチがすでにカクカクしてるじゃないですか。丸いのはホイールだけで、あとはカクカクしてここから分かれるラインも全部エッジが入ってるわけですよね。そして後ろの方まで見ていって、こうやってねボリュームのあるワイドフェンダーに至るところも全てエッジで演出していくような形、そしてこのリアの部分ね、どこもかしこもエッジだらけですよ。そんなねエッジの効いたね形がまた生かすじゃないですか。そしてね
もともとねオフロードをやってる我々にとってはね、装備ね、こういうオフロードブーツ、そして、オフロードのね、マシン自体もかなりエッジが効いてるんですが、車自体もそうやってエッジが効いた乗り物にね乗ってやってくるのも楽しいなと思いましたね。まあ、そんなところで、今回ご紹介したのは、ランボルギーニのウルス。ぜひですね、使い勝手としては、ワイルドな遊びの中で、乗って楽しむのもいいんじゃないかなと思いました。以上、MSTB の丸山博史でした。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ただいま MSTB ではチャレンジ女子アナ男子キャスターを募集しております。また番組制作スタッフも募集しておりますので、どしどしご応募お待ちしております。詳しくは詳細欄をご覧ください。